建物の屋上をご覧ください。逃げ遅れた要求事態は、公開地が特別審査に機材を使用して禁止がされます。 要請者が禁止されております。要請者が禁止されました。 脱出の完了時、これより無線消防団に一斉放水により火災の一斉を発表します。以上からは、東海市は特別救助隊により、ロープが提供されております。 建物の屋上をご覧ください。逃げ遅れた要救助者は、捜査機の特別救助隊の機材を活用して救出が行われます。 隊員が救出されました。爆発が起こり、再び火災が発生しました。建物が倒壊する危険があります。このように隊員3名が屋上から、ロープを使用して緊急脱出を始めます。 隊員の脱出が完了しました。これより無線消防団による一斉放水により火災の一斉強力を図ります。風向きによっては水しぶきがかかる場合がありますので十分。
Thank you.